quiero aquí con...はい、皆さんこんにちは。やっと来ました。1年前ぐらいロシアのヤバいスーパーマーケットへ行きました。覚えていますか？シンゴ名前は。1年後もう一回来ました。はい、それから行きましょう。見てみます。はい、皆さんこんにちは。シンゴ、スーパーマーケットの名前シンゴです。ブラジミル君優しいね。さすが、まあ、ロシアの男性はみんなこんな感じで紳士的な感じで優しい人多いです。はい、久しぶりに来ましたね、ブラジミル君。おお、ああ、この匂い懐かしい。やばい匂いです、マジで。はい、はい、何もない店に来ました。行きましょう。この辺一番初めから日本の洗濯パウダー。え、日本の洗濯パウダー。そうですね。すげえ、ほんとだ。なんて書いてあるこれ。読めないんですけど。すごい。汚れは隠せない。白ければ白いほど綺麗になる。すごい。何これ。どっから。中国かな。福岡だよ。福岡区だよ。いや、青トップで見てください。ヘイベイ、ヘジョン。いや、これ、で、書いてあるだって。福岡区、福岡市。何これ、いきなりすごいもん見つけちゃったじゃん、うん、いきなりすごいの見つけましたね。そうですね、320キロブルだけ、3キロ。安いよね。そうですね。昨日本当の日本の洗濯パウダー買いました。はい、仕事の後、はい、600ルーブルでした。おお、はい、何キロで？1キロ。はい、これは1キロボックスです。ここでありません。すごいね。すごい、ここ。おもちゃとかもあります。怖そうな。ちょっと怖いです。ちょっと怖いね、これ。あと何か面白そうなのもありますか？まあ、この辺は薬品？薬品っていうか、洗剤だったり。はい。あ、でもこれ外国産じゃない？いや。アンフォールはロシアです。あ、これロシアなんだ。はい、じゃあ次行きます。すごいね。で、ここにいきなり洋服が売ってるし。お、靴下ですか？靴下です。値段はちょっとありません。値段はよくわかりません。はい、はい、次行きます。おー、ズボン。冬のズボン。なじみか。やばい。マジで。いいじゃないですか。暖かい。買ってあげましょうか。買ってあげたい。欲しい？いや、いいや。660。660？ 安い。660。マジですごい。それ履いてスキーにでも行きますか、じゃあ。そうですね。貧乏のスキー。あ、パンパスあるじゃん。はい、これ何ですか？あ、これ女の人のもの。あ、これ女の人の前月のもの。はい、あ、これもさっき言ってた、これもさっき言ってた、この日本語でに優しい、に優しい、ぬれ漏れ安心。これ偽物だな。完全に偽物。革に優しい、はい、いろいろな日本の偽物あります。はい、いや、例えばムニス、ムニスじゃない、ジュニス、はい、パンパス。でも見てください、同じパックあります。でも名前はマクイ。写真は子供の写真は、あ、かわいいじゃん、ジュニスの子供です。あ、この子供は変な子供じゃない？この子供ちょっと怒ってる子供。ここで買ったりするんですか、ラジミル君？最近子供生まれたら買ってないの？ここで。いや、ここ、これを買いません。買ってないんだ。違う会社のパンパス買います。これも日本のパンパス、ムーニースという。さすがお金持ちですからね。いや、1000ルーブルぐらい。これすごい偽物、ママ優先、フルオーバー、オーバー。
なんだろうね。ブルーオーバー。ブルーオーバー。どういうことですか？わかりません。ロシアのパンパスです。あ、これは、お年寄りの。すみません。はい。すみません。次、ちょっと冷凍いきますか。お、そうですね。布団が、布団とか洋服があって、その隣には、ナゲッツです。誰かナゲッツ好きですか？あ、すごいね。チキンナゲッツ170ルーブルだけ。1キロぐらい？250円ぐらいですね。うん。安い。ブロッコリー。ブロッコリー。ブロッコリー。158です。あ、これ安いね。うん。すごいすごい。ここから見えます。色は良くない。色は良くないですか？次、アイスクリーム。アイスクリーム。あ、これ高いじゃん。あ、そのアイスクリームじゃないです。これ500円ぐらいするよ。これは、フィリエフスカイプラリネという、300ルーブルぐらい。高いですね。そうです。普通の店と同じ。はい、ソーセージ。ソーセージです。バルティスキーコーク。なんで笑ってんですか？なんで笑ってんですか？名前は、面白い。これは何ですか？ブリニーです、うん。これはブリンチキです。はい。まあ、クレープですね。マイク、電子レンジの、キノコ。ブリンチキ。あ、キノコの冷凍いいね。あ、一回買いました。水だけだった。マジで。300円ぐらいですね。うん。シャンピニオン。はい。200ロボ。あ、この辺。おー、あ、この辺いいじゃん、ベリー。あ、マリーナス。はい。この、あ、でも高いね。やっぱラスベリー。ラスベリー。日本語で。はい、まあ、これは美味しいやつですね。これ肉めっちゃやばそうなのありますよ。そうですね。肉を分けたいですか？やばい。これ肉なんかやばいね、これ。やばいやばい。はい。いやー、すげえ。カニとアイスクリームが一緒に売ってるって、ね。やばい。マジで、マジで。あ、これはカニです。いいじゃん。いいですね。面白い。例えば、海の浜散歩して、これ集まって、ここに売れます。マジで。このカニの質はやばいでしょ。これは、で、隣にアイスクリーム売ってますからね。わかりますか？おい、おい、面白い。ここいいね。久しぶりに来たけど。お、オレオ、あ、アルペンゴールドあるじゃん。美味しいやつ。買いましょうか。値段は買いましょう、買いましょう。帰り、アイスクリーム。オッケー、買います。いやー、来てよかったな。うん。これは何ですか？あ、これウッカ。これカモですね。あ、どうやってわかりましたか？これカモいいね。私カモ大好きなんですぐわかりましたよ。そうですか。中国の。これダムいいです。はい。中国ですけども、これ。中国製のウッカ。これ欲しいです、私。ん？これ。見て、530ルーブル。1キロ？そうです。1キロ750円ぐらいですね。この辺の肉も、冷凍庫もやばいけどね。やばい。豚皮のセット。これ何？誰かが何？誰か忘れちゃった。開けました。質はやばい分かって、はい、置いたんだ。置いてありました。はい、おー、これはケーキです。冷凍ケーキ。はい。ロシアのケーキ。こういうのみんな好きだよね。みんなですか？私は食べたくないケーキです。ダメ。ダメ。お、フレンチフライスです。ポテトフライ。これもやばそうだなぁ。すごいすごい。おいおい、すいません。じゃ次メインの、いつもの。一番危ないところ。うわぁ、ちょっと待って。これを見て、やばい、マジで、チブリアクです。わかりました。ちょっと開けて。見てください。まあ、ロスカは有名なロシアの会社です。いいものを売ってます。ですけど、例えば、モスクワからロジオストクまで、シベリ鉄道でいろいろな食品残ります。道中、道中、何か壊ります。例えば、ボクソは出ちゃって壊りました。の、
その後、物がいっぱいあります。どこに入れますか？これもある、ね、おー、セタフォルの冷凍庫に入れましょう。どっか痛いですか？一つ。いやいや、いらない、絶対いらない。お腹壊すって。電子レンジの、うん、美味しいもの。はい。やばいです。OK。はい、じゃあ次入れます。こう、冷凍庫入ります。イカです。あ、イカはなんか、ま、まともじゃん？イカは、そうですね、美味しそう。240、70。イカまともそう。いろいろな調味料。これイクラ？ソースとか、これはイクラです。はい、イクラ。これ、偽物のイクラでしょ？サーモンのイクラ。いや、だって、こんな安いわけないじゃん。でも、ストロクトリールはね、300円だよ。何ですか？ 300 円で買えないでしょ。買えます。普通めっちゃ高いって、500、もっと高い、全然。これは140ルーブル、高いですか？これは高くない。安い、安い。うわー、ホルマー、かけのタネ、好きですか？出ました。やっぱここのスーパー、期待を裏切らないよね。もっと近くに取って。出ました、カキ。やばい、キービー。キビを見てください。わ、キウイいいね。あの、この、カキですか？はい。カキで何かジャム作ってもいいです。おー、そうですね。はい。は古い果物で、いつも作る。はい。これは何ですか？キムチです。あ、キムチは美味しそうじゃない？普通に。なんか。そうです。美味しそう。ソーセージ。あ、ソーセージ。ソーセージはもう普通だね。へぇ。1年前もあった、これ。これあった。今まである。これあったじゃん。シメネチスナチコン。タブラスマルコフェ。あの、前の。値段も変わってないじゃん。154で。見てください。1年前のソーセージは。これ250円。人参のソーセージでした。はい。覚えてますか？覚えてない。前の動画見てみましょう。これはニンニクです。美味しそうじゃない？そうですね。Oh my goodness. Oh my damn. はい。この辺、乳製品。卵は今日。あった、卵。卵。うわ、今日卵綺麗じゃん。はい、今回は、いいです。すごい、すごい。あの、チキンのうんこだけ。血？見てください。ああ、血がついてる。でも新鮮ってことでね、ちょっと触ってみましょうか。ああ、ちょっとやばいな、これ。新鮮じゃないな。やばい。はい、肉も売ってますね。肉買いますか？いらないです、いらないです。豚ボーネ。作れます。明るい地下。寒い。エゾニオルス。でもちょっとこの辺。ああ。やばい、この辺ちょっとお菓子とかこの辺見て。はい。55ルーブル、安っ。体に悪そう。体に悪そう。買ってあげましょうか。これは食べてみる。ネギリングです。はい、ネギリング。いやー、お腹壊す。油っぽい。私食べたら死にます。今度練乳またあるね。練乳。めっちゃ人気な練乳。おお、これは中国のチップス。有名なチップスです。はい、私一回動画を見ました。YouTube の動画。はい、モスクワから来た人は、このチップスいっぱい買って、めっちゃ幸せでした。やっと買いました。私分かった。モスクワに住んでる人、時々、隣に、あの、アジアショップみたい、店あります。そこで、これを売ってます。高くで売ってます。でも、本当の値段は50ルーブルです。見てください。モスクワに住んでる人、羨ましいですか？54ルーブルです。だけ。私でいっぱい食べた、もう食べたくない。足ります。足りました。おー、これはベラルーシアのチップスです。あ、ブラジミル、これは？フーブレ。海苔。これは海苔チップス。バーベキュー。どこで作りますか？中国です。もちろん。はい、全部は中国。はい、次行きましょう。この辺缶詰。
これはベトナムの果物、缶詰果物です。ヴィアンクという。おケチャップとか。いちご。いちごジャム。100ルーブルだけ。150円ぐらいですね。フィニックは日本語でフィニック。わかりません。イランのフィニックしてますか？わかりません。めっちゃ美味しいです。めっちゃ元気になる料理。わかりませんね。行きましょう。ケチャップです。インディアの紅茶。紅茶。こんな感じですね。大した面白いものはない。こちょこちょこちょ。真ん中にさ、ウラジミル君。おお。チョコパイあったか。覚えてますか ?3 日前ぐらい誰かヒルキさんの聞きました。ツコリしてますかヒルキさんの。知らない。おお、これはツコリです。コーヒーみたいもの。でもコーヒーではないです。例えば、お年寄り、おばちゃん、おじいちゃんとか、みんな飲みます。朝に。体に、悪くないです。なんか醤油的なやつが。おお、ベトナムのインスタント麺。ハノイ、という。これ美味しそうじゃん。普通に。いくらですか？わかりますよ。出てこないと思います。ああ、58ルーブル。58、75円ぐらいですね。もう、私のも調味料はいつも高すぎる。はい、高いですね、確かに。いつも高いです。もう、この調味料セット、300ルーブルだけ。いや、高いですよ。だってこれ450円ぐらいします。見てください。全部はグラスパックと、ミール。かけたミルニツ。ミルス。はいはい。わからない。日本語で。ニンニク。あ、ニンニクパウダー安いよ。35ルーブル。あ、96ルーブルか。うん、これいいんじゃない？おこれを買いましょうか。レモン。レモンジュース。はい。何に使うんですか？例えば、シーザーソースです。買えば。ご飯が悪い。で、ちょっと有名なお菓子見つけたんですけど。チョコパイ。おお、これみんな知ってますよ。これ本物ですか？本物みたいです。でも見て、ロッテ。では、二つ。会社は二つあります。オリオンとロッテ。一つは韓国の会社ですけど、ロッテのパイスは、ちょっと、それ買ってみましょう。そんなドライではないです。買ってみましょう。買ってあげます、私が。食べましょう。いやー、幸せ。はい。ほらー、ありがとう。はい。ということで、はい。全部見ましたか？はい。やばい、スーパーマーケットは、やっぱりやばいものは売ってた。ということですね。そうですね。ね。このパック超でかい。こんなのあるの？セマチキ、普通のセマチキです。ひまわりの種、はい。ひまわりの種。サンフラワー。はい、ファンタとコーラ見つけました。ファンタです。見てください。ファンって書いてあるじゃん、ちゃんと。飲みたい。飲みたくない。いや。ファン、オレンジ。はい、とコカ・コーラ。名前はチェルネガロフカ。黒い頭。Oh my goodness. おこれはみんな好きです。アロエ。あ、日本人のアロエ好きですか？多分好きですね。体にいいですよ。でも、アロエ入ってないです。見てください。はい、残念。はい、おー、ミルキスです。ロシアのミルキス。名前はミルキアップ。ミルキアップ。セブンアップみたい。カルピス。ロシアのカルピスです。おー、すごいすごい。すごい。いい。はい。ということで、ロシアのやばいスーパーマーケットでした。あ、質問があります。ウラジミル君、何だ、全然終わんないわ。猫みんな いますか？猫、はい。ない。猫を。これ猫の餌。させますか？猫の餌かわいいじゃん。何これ。これ、猫のソーセージ。猫で作ったソーセージ。すみません。いえ。猫の料理です。はい。猫に。猫の、そうだ、そういうことね。
や、わかりました。猫で作ったソーセージ、本当に安っ。10キロブロだけ、ロシアでは猫いっぱいいます。はい、30円ぐらい、安っ。これは犬の、犬のやつだ。はい、そういうことですか。でちょっと、はいはい、皆さんどうもありがとうございます。ロシアのヤバいスプマキと見た人、どうもありがとうございます。サポートいつもありがとうございます。今から私たちはチョコパイを食べに行きます。はいはい、次の時会いましょう。はい、どうもありがとうございます。